同年代の人たちがやってるから好みと似てるだろうなという形で段階ジュニアの人たちがこう来てくれてるのかなというのがあるので、そこのところにこうまた巻いていこうかなという感じで今始めてる感じですね。これやっぱ尾崎と大井は反応しちゃいますもんね。反応しますね。絶対言われました。話し合うだろうなって思いますもんね。はい、ピンポイントで何か来て、あの尾崎にとったのは好きなんですよって言ってくれる人がいて、でそれで話してもらえる。でうち待合がこう広く作ってるので、そこでカット終わった後に座ってもらって、でこう話すんですよ。こう座りながらこう話して、でちょっと写真撮らせてくださいって話し合って撮るんですけど、そういうのがなんか近いのかなんかわかんないですけど、なんか話しやすい雰囲気を作って。でもあまり僕自身はカチカチするのとか、早くカットするとか、まあ、今まではもうそういうことをやってたから、そうではなくてゆっくり仕事をしたいし、ゆっくり過ごしてほしいしっていう思いで、バーバーそうは雪解けっていう意味なんですね。ゆっくり溶けていく、要は緊張がゆっくりとほぐれていく、疲れもゆっくり溶けていくっていう意味合いで雪解けで、お店の雰囲気もログハウスにしてるんですよ。要はログハウスとかペンションとかは雪山とか山にあるんですよ。で僕はそういうようなところ、暖炉の前でみんなが語らうようなそういう雰囲気のところが好きだったので、お客さんにもそういう形にしてほしいっていうのと、僕自身アメカジが好きなのでインスタとかでそういうのばっかり上げてますけど、まあピンポイントで来るような人たちとかが来ればそれでいいのかなと思って、ゆっくりしてほしいっていう思いでやってくださいました。いやもう何年経つの？いきなりうちって雪解けとかって言い始めるお客さん、え？何言ってんのってなるよ。何なん、いきなりそうなの？そういう名前の由来なんですなんて、前違うような聞いてたよってなったらどうするの？まあでもだから、キーワードもお客さんやっぱ拾うってことですよね、ボーイとか、その意図的に。面白い、やっぱお客さんの反応見えてくる、聞こえてくると面白いですよね。あと地元のことを書いてあると、それをなんか話し出して、昔話のようにこう伝えてくれる人もいるんですね、年上の人たちは。これ大江のスケートリンクってあるけど、もともとあそこ大江がない時は畑だったんだよねとか、さらにそういろんな情報をしてくれる人が多いですね。だから別に結構前になくなったんですか、スケートリンクが。あ、そうですね、なくなりました。この間行って、でも去年、はい、お店行って、はい、もうノインドとか思って。そうなんです、あれ結構前になくなって、大学ができる前の年でもなくなってて、で、聞いたら、あそこはもともと元フィギュアの町田樹さんが小学生のところずっとホームグラウンドとしてやってたっていうのをお客さんから聞いて、そこまで詳しい人いるんだと思って、なんかそういう話もなんか小ネタにしながら、もともと床屋さんって地域から の情報のコミュニティの場だったじゃないですか。僕はそういうところをピンポイントに欲しいんですよね。だからカットして帰るっていうところは確かに素晴らしいところかもしれないですけど、僕はやはり昔の床屋さんが好きなので、お店に来てなんかコミュニティの場として使ってほしいな、ゆっくりしてほしいな、いろいろ話してほしいな、人生を応援できるようなところがっていうので作ったんですね。だからそういうところをなんかお客さんがいろんな情報とか話しに来てくれるのが嬉しいで、なんかそういう情報は常にチェックしてお客さんにこう伝えるようにはっ